こんにちは。天馬アカデミー堀秀夫です。今日はマイナス金利の影響について、円安になるのか、円高になるのか、ローン金利はどうなるのか、そういったことについてお話します。まず、日銀がマイナス金利を発表した翌日ですね、ニューヨーク円大幅続落と円安に進みました。これが、よくマイナス金利、実行前に言われてたマイナス金利の一番大きな効果、円安になると。だから円安にしたかったら、マイナス金利を実施すればいいというふうに言われたんですけど、まずは目論見通り、大幅な、円安になりました。ところがですね、教科書通りにいかないのが、実体経済の面白さでですね、まず、その前に教科書通りのことを言うと、マイナス金利を導入すると、まず円安効果があると。で、二つ目はですね、市場に出回るお金の量が増える。ね、お金預けといてもしょうがないで、お金が流通すると。で、三つ目、お金がじゃぶじゃぶ流通しますんで、金利が低下すると。そして不動産価格上昇というのが、マイナス金利の、メリットというか効果になります。で、効果があるということは当然ね、マイナスの効果もありまして、マイナスの効果、ね、お金を預けてもらったお金と貸し出し金利との差、あるいはね、国債なんかの運用とかで、運営してる、金融機関、銀行や保険会社の収益が悪化すると。次にお金余ってしょうがないんで、どんどん貸し出します。そうすると、無計画に借りたところが返せなくなって、不良資産が、拡大する懸念があると。それから、資金が国債へ向かう懸念と。市場に出回らずですね、国債に行ってしまうという懸念があると。それから、円安になりますので、当然ドル高になるんでですね、ドル高による、アメリカと新興国経済への影響があると。こういうふうに言われてました。これが教科書通りというかですね、経済学の、基本というか、こういう効果がある、影響があるということでした。ところが、実態はどうなったかということなんですけど、これ本日のね、為替ですけど、マイナス金利なのに円高が進んでると。ね、すごい円高になってます。これはね、アメリカの方の金利も低下したとか、そういういろんなことありますけど、何しろ、平たく言うと、円安効果あるって言ったら円高になることもあるということですね。実体経済教科書通りには動かないということです。それから、金利、マイナス金利、国債価格上昇と。これは教科書通り、国債価格が上昇したと。それから、マイナス金利なんでね、三菱東京 UFJ の金利表ですけど、預け入れの金利は下がったと。預金金利は低下したということですね。じゃあ実際、円安になるのか、円高になるのか、どうなるのか。ね、単純に円安円高のところを見ても、1日目は円安になったけど、ね、今逆に円高になっちゃってると。わからないと。で、これに限らずですね、予測して外れるってことは、普通です。逆に予測は外れるもんというような感じですね。為替予測にしろ、株式市場の予測にしろ、経済動向、世の中どうなる、ね、むしろ予測になってもは、当たる人より外れる人が多いと。だから予測じゃなくてですね、実態がどうなってるか、ね、それでどうなったか、見てから判断する。あるいは起こっていることに対する対応力を高めるというのが、現実的な対応なのかなと、ね、いうふうに思います。で、じゃあ実態、どういう実態があるか。ね、まず、マイナス金利を実施すること。このマイナス金利を実施すること自体がですね、常に景気が悪いということを表しています。景気はどうだとかこうだとかいろいろ発表しても、何のことはない。景気がいい時にはですね、金利を上げて引き締めますんで、景気は悪いです。日本は景気が悪いということが言えます。次にマイナス金利ということは、金利を当てにして生活している人はですね、今もずっとゼロ金利続いてますけど、今後もね、金利で生活していくってのはもうほぼ無理だろうと。ね、で逆に金利が上がるかもしれないんですけど、上がって生活できるかどうかはインフレ帳消しになるかどうかわからない。上がらなかったらどうするの？どっちに転んでもですね、金利を当てにした設計、生活というのは考えない方がいいと。ね。で、マイナス金利ということは、お金が余ってます。
だから借金をしたい人にはチャンスです。借金しないとできないような事業、借金すると、儲けやすい事業なんかをしている方にはですね、チャンス到来ということも言えます。これらを踏まえて何をすればいいか、その辺はですね、それぞれの判断で考えていただくか、あるいは、ヒントくださいという方はですね、お気軽に、ご質問していただければいいと思います。借金をしたいということはですね、事業なんか面白そうだなと、あるいは輸出なんかでもですね、資金が豊富にあれば、寝かせて売るというのが割と簡単にできるなというようなプラス面もありますので、そういうのをうまく使ってですね、稼いでいただければと思います。まずはですね、会員でない方は、この無料で見れる Amazon 輸出、無料メルマガ、こちらの方でもチェックしていただいて、どういったチャンスがあるか、どういった影響が出てくるか、その辺のことをですね、学んでいただければいいかなと思います。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。